旭川信用金庫は、北海道旭川市に本店を置く、信用金庫である。通称は、旭川信金、または、旭信。旭川信用金庫は、上川地方最大の信用金庫であり、預金残高は9282億円と、東北以北の信金の中では主位である。 自己資本比率も2018年3月時点で21.13%と信用金庫の中では比較的高い水準にある。ただし北海道にはっかない信用金庫を筆頭に同比率が20%を超す信用金庫も複数存在し、それらと比較すると目立たないが、同社はディスクロージャー氏の中で自己資本比率は高いほど良いわけではなく、地域金融機関として 適正な水準があると考えているとして、自己資本比率をこれ以上引き上げる、考えのないことを明らかにしている。1998年に、北海道拓殖銀行が破綻後、旭川市の指定金融機関に指定される。同行破綻を受け、業務を継承した、北洋銀行頭取の滝井正直が、菅原孝一旭川市長に対し、北洋銀行を、 指定金融機関にしてほしいと願い出たが、結局当たり金庫が指定された。一方で、2004年6月14日に、上川町の指定金融機関にも指定されていた、札幌銀行上川支店が、旭川支店と統合し閉店した際には、当金庫に、上川町の指定金融機関としての指名はなかった。旭川市、富良野市、愛別町、上富良野町、シムカップ村、 中村野町、ピップ町、南村野町の指定金融機関である。また、営業地区のうち店舗を有するのは、以下の市町村である。2007年6月8日より、旭川新金が設置した ATM で当金庫のキャッシュカードを利用した場合の時間外手数料を無料化した。ただし、他金融機関との共同 ATM のうち当たり金庫が、 幹事となっていない機種については対象外となり、引き続き時間外手数料がかかる。スポーツ振興くじ等選権の払い戻し店は以下の店舗でのみ取り扱う。ありがとうございます。